ディック・ミラー、ディック・ミラー、1928年12月25日から2019年1月30日は、アメリカ合衆国の俳優、脚本家、演出家。1928年、ニューヨークのブロンクスクで生まれる。ニューヨーク市立大学とコロンビア大学で勉学に、勤しんだ後、ニューヨーク市内の病院勤務を経て海軍へ入隊。除隊後は、 演劇学校で演技を勉強しながら、ブロードウェイの舞台やテレビなどに出演し始めた。1952年に脚本家を目指してロサンゼルスへ移り、1955年にロジャー・コーマン監督の映画で銀幕デビューを果たす。その後、多くの B 級映画に出演し、中でもコーマン監督の低予算ホラーには1950年代から1970年代に、 かけて多く出演した。1980年代頃からは、コーマン監督の下で働いていた、ジョーダンテ監督作品の常連俳優となる。60年にわたるキャリアの中で、175本以上の映画と2000本以上のテレビ番組に出演した。テレビドラマ、特装刑事マイアミ・バイスの演出を務めたほか、リチャード・ミラー名義で3作品の脚本も担当するなど、 多彩な才能の持ち主である。1959年に結婚し、娘が一人いる。2019年1月30日、老衰のためロサンゼルスで死去。ありがとうございます。